エチゼンクラゲ、エチゼンクラゲ、エチゼンクラゲ、エチゼン怪月、ネメパイルマの村井は、四方動物モンバチムシツナネクチクラゲ目ビゼンクラゲかエチゼンクラゲ属に属する動物である。大型のクラゲの一種で、傘の直径2メートル、質重量150キログラムに達するものもある。体色には、灰色、褐色、薄桃色などの変異があり、人が刺されたという報告は、 ほとんどされていないが、最近の研究では、毒性が高めであることが分かった。東シナ海、紅海、渤海から日本海にかけて分布する。時に大量発生し、漁網を破るなどの被害を与えることがある。大型のネクチクラゲ類は分厚く歯ごたえの良い、肝獣ゲル、中にかは組織を持ち、ビゼンクラゲなどと共に古くから中華料理などの食材として利用されてきた。 日本で食用として利用されているクラゲ類比には、産出地域の旧国名ごとには名が与えられており、備前クラゲ、岡山県、備前国、秘前クラゲ、佐賀県、秘前国と命名されている。越前クラゲには日本での食用加工の歴史がなく、出現海域も特に、福井県、越前国に限定されることなく、 日本海沿岸全域にわたるものであるが、1921年12月に、福井県水産試験場から、当時の農務省の岸上健吉博士のもと標本が届けられて、初めて他とは違う種類であることが分かったことと、ゼ前クラゲに似ていることから、この名が付けられた。種商名の野村は、当時の福井県水産試験場長、野村寛一のせいから取られた。しかし、 現在、福井県水産課は、越前クラゲではなく、大型クラゲとの言い換えを要請している。本来の繁殖地は航海及び北海であると考えられており、ここから個体群の一部が海流に乗って日本海に流入する。津島海流に乗って津軽海峡から太平洋に流入したり、文後水道付近でも確認された例がある。これまで、 あまり生態が知られておらず、人間にとって、水産業に被害を与えるだけと長らく考えられて、いたが、2000年代以降の研究で、越前クラゲが地球で果たしている役割が、明らかにな、いる。生活史はすでに知られている、他のネクチクラゲ類と同様である。餌は主に小型の動物性プランクトンと、考えられており、毒を持つ食手で捕まえて食べる。ただし毒が弱く、 魚の皮膚で防御されてしまうため、魚は捕まえられない。人間が刺されると、皮膚が痒くなったり腫れたりすることがある。越前クラゲは、体がベタベタしており、弱って泳げなくなると、体の表面に細かいゴミがまとわりつき、重くなって沈んでしまう。このような形で、地球の生物地球科学的循環、生物循環に寄与している。 エチゼンクラゲにはしばしば魚が寄り付いているが、愛理強制ではなく、一方的な規制だと考えられている。兄弟フィールド県の2007年の研究では、エチゼンクラゲの約95%に魚が寄り付いており、大部分がマージの稚魚である。毒のある触種の間をアジが隠れ家として利用しており、同時にエチゼンクラゲが集めたプランクトンを横取りしている。 アジはクラゲを食べないようだ。このような形でアジは越前クラゲと共に成長しながら旅をしていると考えられている。また、イボダイは隠れ家として利用しながら同時に越前クラゲを捕食している。傘が破られると海底に沈んでしまい、貝、ヒトデカニなど海底の動物たちの餌食器となる。このような形で越前クラゲが 海底の食物連鎖に寄与する点も大きく。例えば、福井県では高級食材の越前ガニとして知られるズワイガニも越前クラゲを捕食している。天敵としてカワハギ類が挙げられる。特にウマヅラハギは集団で越前クラゲを襲うことが判明し、石川県のカワハギ漁の漁師が越前クラゲをウマヅラハギ漁の餌として実験して効果が確認れている。 カワハギジュやキトマクラなどフグ類の魚が弱ったり死んだ越前クラゲの傘を食べている事例が目撃されているがウマズレハギは元気な越前クラゲを生きたまま毒のある食事ごと食べてしまう定期的に大発生したり激減したりするが理由がよくわかっていない2009年は大発生して日本各地で漁業に大きな被害を与えたが2010年度は その1000分の1に激減した。牧海、紅海では漁獲され、食用に加工されている。ビゼ前クラゲに比べて、歯ごたえ等が悪く、価格が安い。主に食用とする傘の部分は、表面がザラザラしている上に肉が薄い。口腕の部分はほとんど利用されることはない。品質が低いため、多くは中華料理店などの業務用ではなく、加工用に回され、 日本のスーパーで、塩クラゲや、中華クラゲなどの商品名で販売されている、総菜用クラゲの多くは、越前クラゲである。以前は、低級な越前クラゲを中国国内用に、高級な微前クラゲを日本への輸出用にしていたが、近年は、中国国内の活況で微前クラゲの需要が伸びて、いるのと、日本の景気悪化もあって、 中国から日本に輸入されるクラゲのかなりの部分を越前クラゲが占めるようになった。日本では京都府や福井県などにいくつかの加工業者があるがほとんど漁獲されていない。越前クラゲは大きくて重くて労力がかかる割に価格が安く人件費を考えると海外産と比べて割に合わないためである。日本は主に東南アジア産の 塩クラゲを年7000トンから1万トン規模で輸入しており、国内でのクラゲの需要は十分満たされている。日本でもクラゲが漁獲されて、ベトナムや中国向けに輸出されているが、実はクラゲを最も多用するのは、中華料理よりもベトナム料理である、越前クラゲではなく高級な有明クラゲ、有明海で取れる備前クラゲのブランド。 ビゼ前クラゲとは別の種という説もあるが種である。そのため、魚と一緒に漁獲された越前クラゲは、のずみして放置されるか、越前クラゲは97%が水なので、そのうち腐って液化してなくなる。最も安価な処分方法だが、場所を取る上に、臭い、産業廃棄物として処理される、破砕するとそのまま下水に流せる。加工の仕方によっては、 刺身のような食感が得られるため、日本国内でもその特性にあった利用法を追求しようという動きが広がっている。鶴岡市立加茂水族館では、常時越前クラゲ料理を提供している。福井県等特に多く見られる地域では細かくして、アイスクリームに入れ、越前クラゲアイスとして販売されることもある。越前クラゲの体内には豊富なムチンが含まれており、これを化粧品や、 再生医療に利用しようという研究もなされている。愛媛大学農学部にて、保水性の高い越前クラゲを天然肥料として、研究開発、山林などの緑化で、実証実験をしている。鳥取県には、越前クラゲを利用して、馬ハギを専用に捕獲する、川モ網というものがある。網の中央の餌袋に、 エチゼンクラゲをくくりつけて海底に設置すると、ウマズラハギが集団で、網の中にやってくるので、これを捕獲する。一般的なオキアミよりも食いつきが良い上に、餌代がタダである。近年、日本沿岸で大発生を繰り返しており、巨大な群が巨網に充満するなど、底引き網や低地網といった、クラゲ漁を目的としない漁業を著しく、妨害している。エチゼンクラゲの毒は、 魚の皮膚で防御され、過食部には到達しないため、越前クラゲに刺された魚を人間が食べても問題ないが、魚の皮膚に傷がついたり、巨大な越前クラゲに圧迫された魚が網の中で死んだりして、このクラゲと一緒に捕らえられた本来の漁獲の目的となる魚介類の商品価値を著しく下げてしまう被害も出ている。また、人間が多少越前クラゲに刺されても皮膚が 多少ピリピリする程度で大した影響はないが、漁網に充満した越前クラゲの巨大な群を毎日扱う漁業関係者などは毎日何度も刺されるた、皮膚がかなり痒くなったり腫れたりする。1958年、越前クラゲが津軽海峡まで漂い、太平洋戦争時に設置された浮遊嫌いと誤認されて、生函連絡船が運航停止になったことがあった。また、 クラゲの大量発生により発電所での電力供給が制限される事態が頻繁に起きている。古くからクラゲ漁を行っていない地域では、販路の確保や将来の漁獲の安定の見込みもないままに、クラ漁用の漁具や加工設備を膨大な投資を行って整備するわけにもいかず苦慮している。大量発生の原因として、産卵地である公海沿岸の開発進行による 不栄養化、地球温暖化による海水温上昇、日本近海の沿岸開発による自然海岸の喪失でクラゲに適した環境になったなどの説が挙げられている。特に三峡ダムなどの開発が原因ではないかという仮説が立てられており、国立環境研究所などが検証を始めている。また、魚類の乱獲によって動物性プランクトンが余ってしまい、それを餌とする。 エチゼンクラゲが大量発生。さらには、エチゼンクラゲの高密度個体群によって、魚の卵や稚魚が食害されて、さらに魚類が減るという悪循環のメカニズムになって、いるのではないかとの指摘がある。いずれも、仮説の域を出ておらず、今後の研究の進展が待たれる。なお、福井県では、エチゼンクラゲの名称が報道されるたびに、福井県産の海産物のイメージダウンになることを、 危惧して、大型クラゲなどと言い換えをするように報道各社に要望している。日本で越前クラゲの監視にあたる漁業情報サービスセンターや水産総合研究センターなどでは、微前クラゲ、スナイロクラゲと越前クラゲを特に区別せずに、大型クラゲと呼称しているが、微前クラゲの方は2010年代より高級食材として中国向けの輸出が増大し、乱獲によって、 有明海では2016年より漁獲規制が行われているほどであるため大量発生して漁業に被害を与える大型クラゲは普通は越前クラゲの方である。対策として漁獲された魚介類の中から越前クラゲの実を選択的に分離排出する大型クラゲ防除網などの改良漁具が開発されている。また越前クラゲの多い海域に漁連単位で乗り出し 底引き毛漁船で特殊な網、クラゲカッターを栄光して、網目でバラバラに切断するミッションを行ったり、漁をしながら、漁網の表面に浮いたクラゲを海水ごと吸い込んで、クラゲカッターで粉砕して、高圧で排出する、大型クラゲ養生駆除用水中ポンプなどのクラゲ粉砕機、クラゲクラッシャーを船に設置するなどして、越前クラゲ群を文字通りの海の木図にする方法が行われている。 一方で、越前クラゲが大発生すると、越前クラゲを餌として好む、魚介類も繁殖し、豊漁となる。2009年から2010年にかけての馬ハギの豊漁は、越前クラゲの大発生によるもの取られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。